しょ、これぐらいか。バナナってさ、1回目入れたる？まだ？まだです。まだ？はい。永田さん、あの、受付のガルテ出したらバナナの1回目入れて、もう。で、入れ、永田さんに入れてもらうが、この子の、あの、80g 作ってくださいね。アイディエローパッド、薬入り。あの、ビオイムディア、シサ。その前にこれだな、この子の部屋が出来上がってこないと。受け付けなくて、ちょっとやり方を変えて、あのシャンと小松菜に熱帯薬をぐるっと作って、サンドにした時の食べ物を食べて、まあ、ちょっと小屋掃除終わらないからもう一回戻してさ、バナナの体重を測って週明けレベタン2箱か3箱ぐらい頼んで、
体重測って点眼投薬90、まあ、誘導食でできなかったバナナ。できてない。そう。なんで？なんでやね。バナナとかあんま。はい、ごめんね。はい、ごめんよ。お高いよ。お高いよ。チェーンのやつはどこに置いてある？チェーンの4番のところ4番あ、保湿ブラッシング、うん、はい、はい、保湿ブラッシングしてください。はい、サンキュー。これは水で洗わないんで、表だけ拭いてね。はい。ガシャガシャって水で洗っちゃうと、もう壊れちゃうから。3番の、2番の前に置いとくからしまっといてね、あのやつね。まだいいから、光線照射ちょっともらおうかな、じゃあ。よいしょっと。はい、光線照射。胸お腹ね。お掃除終わった？とりあえず、555でいいよ。555で、うん。だいたい5で、5でやってたじゃん。で、野菜だけ 1g。早くしてくれると。腰もいいよ、その子。はい。気をつけてね。抱っこしてとりあえずね、はい、運んでくるから。はい、
じゃあこちらに渡します。